毎年旧盆明けの週末に沖縄市で行われる沖縄全島エイサー祭り。今や全日程の3日間でおよそ30万人を動員するビッグイベントとして開催されている。各エイサー団体の個性は地域によって様々。それらが一堂に会する祭りとあって、各団体の演舞にもより一層力が入る。エイサーのメッカである沖縄市での沖縄全島エイサー祭りは、エイサー団体にとってのステータスといっても過言ではない。沖縄全島エイサー祭りはおよそ64年という歴史を持っている。記念すべき初回はその前身である1956年に開催された小座市エイサーコンクールにまで遡る。当時第二次世界大戦の終戦から10年という世相を反映して、先の大戦での犠牲者を供養しよう、元気を取り戻そうといった機運が高まっての開催となった。復興のシンボルとなったエイサーコンクールは後に全島エイサー祭りとして名を変え、現在もそのスピリットは受け継がれている。全日程の3日間、すべてのシーンがクライマックスなのは言うまでもないが、この祭りを象徴する一番のシーンは、なんといっても最後のカチャーシー。カチャーシーとは沖縄の方言で、混ぜるという意味の言葉、カチャースが語源となっている。演者、観客入り乱れてのカチャーシーには、幸せを持ち寄り、かき混ぜて分かち合おうという意味が込められている。過去と現在、地域や人種も超えて魂が集まる場所、沖縄全島エイサー祭り。誰もが熱くなるその瞬間をあなたもぜひ体感してほしい。